日本はエネルギー資源のほとんどを海外からの輸入に頼っている小資源国です。エネルギー資源の乏しい日本では、電気を安定して供給できるように水力、火力、原子力など様々な発電方式をバランスよく使って電気を作っています。その中でウランを燃料に使う原子力発電は日本の電気のおよそ 30% を賄うまでに達しています。原子力発電は私たちの生活を支えるエネルギー源として重要な役割を担っています。原子力発電の燃料となるウランは石油に比べて正常の安定した国々に埋蔵されているので、燃料を安定して確保することが可能です。少ない燃料で多くの電気を作ることができるため、燃料の輸送や貯蔵が容易です。また地球温暖化の主な原因と言われている二酸化炭素を発電時に出さないという利点もあります。そして一番大きな利点は、一度使った燃料の 95% から 97% をリサイクルでき、再び燃料として使えることです。これを核燃料サイクルと言います。このように資源を有効活用できる核燃料サイクルは、エネルギー自給率が 4% に過ぎない日本では電気の安定供給に重要な役割をしています。このほか、発電しながら使用した燃料より多くの燃料を作り出すことができる高速増殖炉の研究開発も進められています。しかし原子力発電にも課題があります。それは原子力発電所やウラン燃料工場、再処理工場などのウランを扱う施設から放射線を出す放射性廃棄物というゴミが出ることです。放射性廃棄物には低レベル放射性廃棄物と高レベル放射性廃棄物の2種類があります。低レベル放射性廃棄物とは、放射線を出す能力が比較的低い廃棄物のことで、使用した作業服や手袋、機械などを拭いた布、作業服などを洗濯した大量の水を熱処理した廃液、点検などで出た金属部品、発電所内の空気をこし取った使用済みのフィルターなどがあります。では原子力発電所から出たゴミの処分はどうしているのでしょう。低レベル放射性廃棄物は、燃えるものは発電所の焼却炉で燃やして灰にしたり、圧縮して傘を小さくしたものをセメントと混ぜて固め、ドラム缶に入れます。ドラム缶は全国の原子力発電所から船で運ばれ、青森県六ヶ所村の日本原燃低レベル放射性廃棄物埋設センターに集められます。ドラム缶はサビ、穴、ひび割れがないかなどを検査し、岩盤状の鉄筋コンクリート製の埋設施設に並べ、コンクリートで固められ厳重に管理されています。次に高レベル放射性廃棄物を見てみましょう。高レベル放射性廃棄物とは、原子力発電で使った燃料をリサイクルし、ウランやプルトニウムを取り出した後に残るセシウム、アメリシウムなどを含んだ廃液のことです。高レベル放射性廃棄物はガラスの原料と一緒に高温で溶かし、
キャニスターと呼ばれる容器に入れます。これをガラス固化体と言います。ガラス固化体はキャスクという金属製の頑丈な容器に入れられて厳重に運ばれます。そしてガラス固化体は日本原燃の高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターで冷やしながら30年から50年ほど貯蔵します。その後深い地層に埋めて処分します。その深さは300メートル以上で東京タワーと同じくらいかそれ以上の深さです。なぜそれほど深い地層に埋めるのでしょうか。それは深い地層が持つ物質を閉じ込める性質を利用するためです。高レベル放射性廃棄物は強い放射線を出し、それらの影響がなくなるには数万年以上かかります。そのため長期間の管理を必要としない安定した地層が求められるのです。処分方法は地層に埋める処分以外にも宇宙や海底、南極などの氷の中に埋めるなどいろいろな方法が考えられましたが、最も問題点が少なく実現の可能性がある方法として日本では地層処分を行うことが法律で決められました。次の世代に課題を残さないように現在処分する地層などを調査し安全に保管できる場所を探しています。